いよいよ今日からセパ交流戦がスタートします。京セラドーム大阪です。セパ交流戦、オリックスバファローズ対阪神タイガースのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ西さん、今年も交流戦が始まりましたが、近年はこの交流戦がペナントレースの行方にも大きな影響を与えてますよね。そうなんですよね。この交流戦の貯金が後々大きく影響するんですよね。そうですよね。そんな大事な一戦がスタートします。まずはバファローズの先発松葉が京セラドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。今シーズンの交流戦、今プレーボールがかかりました。これから約5週間にわたり、1カードホーム2試合、ビジター2試合で12カードの対戦が行われます。さあ今年の優勝チームはどこになるんでしょうか。内への変化球は決まりません。変化球入りました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。外外れてボール。この球は外れています。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。アウトコース打ちました。取ってワンアウトです。バッターは2番に入っている山野。まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース空振り。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。見逃して三振です。クリーンナップが登場します。バッター鳥谷。ツーアウトランナーありません。アウトコース決まってストライク。インドを見送っています。入りました。ワンボールツーストライクです。打ちました。一、二塁間を破る。
2アウトランナー1塁。バッターボックスには指名打者のゴメス。ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上松葉、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。インハイから流しました。ライトの前落ちる。バファローズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。打順は5番に回ってきます。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。いやー、小宮山さん、ここは踏ん張りどころですね。どんないいピッチャーでもね、初回っていうのは不安がありますからね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。なるほど。さあ注目です。アウトコースのチェンジアップ。3球目見送っています。ボール。取りました。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを潰しました。小宮山さん、普段対戦しないチームと対戦する際のポイントといえば何でしょうか。まあ、どうでしょうね。スコアラーが持ってきたデータをいかに有効に活用できるかというところが勝負の分かれ目になるのかなという気がしますね。さあ、そのデータを有効に使うことが、バッターはヘルマン。さあ、ここからになって日産からしたいです。高めのボール、のバッターはキラ。初球わずかに外れ、これは外れます。ボール先行です。打ちました。ツーアウトになりました。バッターは3番の糸井。2アウトランナーありません。この回のバファローズ打線ですが、4球で2アウトになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。緩いボールで空振り、タイミングが合っていません。ノーボール2ストライクです。
ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。ピッチャーが取る。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。2回に入ります。タイガースの攻撃、バッターは6番福留。さてバファローズの先発は松葉。これは豪快に振ってきました。内へのボール球、バットが出ました。ノーボールツーストライク。大きく外れました。ボールになります。インサイド、弾き返した打球は右中間へ、ライトが取りました。バッターは7番に入っている新井。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。これは内へ外れます。アウトコース外れます。レフト前ヒットになります。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は8番新井。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。ボールになります。変化球入りません。いい当たり、取りました。二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト。ダブルプレー、先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。
ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。0対0、同点です。2回の裏になります。バファローズの攻撃、打順は5番 T 岡田。バファローズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですよね。痛烈、切りました。ファールボールです。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。しファーストライナー。打席には6番バッター坂口。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。際どいコース見送っています。いい当たりになった。西岡、素晴らしい反応を見せた。アウト、ファインプレイ。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか。バッターは悔しいでしょうね。ご覧いただきましょう。抜けようかという当たりだったんですが、ダイビングキャッチに阻まれてしまいました。バッターは7番に入っている鉄平。ツーアウトランナーありません。アウトコース見送ってストライクです。回転させてライトスタンドにボールを運びました。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている伊藤。バファローズホームランで得点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。大事な場面でこれ以上にない結果を出しましたよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。低めの球ストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。チェンジアップ外れました。足立、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。
量ボーク。低め空振り、ワンボールツーストライクです。打ちました。ショートセカンド送球、セカンドフォースアウト。しかしこの回バファローズ値千金の2回終わって1対0、バファローズ先制です。3回に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、バッターは9番に入っている藤井。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね、監督の考えてる通りにアウトを取ってくれるってことですかね。まあ、先発だったら長いイニングをとにかく投げるっていうことが重要になってくるので、それでいて点を取られなければなおいいという、そういうことじゃないですかね。まさにそのようなピッチングを今日はしているようです。痛烈抜けました。一塁蹴って二塁に向かう、鮮やかなツーベース、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあここから上位打線になります。バッター西岡、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ピンチを迎えていますバファローズ。小宮山さん、ここはどうしても送ってきた、一塁方向、ファーストが抑えた、一塁アウト、見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー三塁です。ピンチを迎えていますバファローズ。いいコースですが外れています。抜群のところに決まりました。このストレートは入りません。高め際どいがボールになります。これで3ボール。タイムリーを打たれてしまう。ここで追いつかれました。同点です。打席には3番バッター鳥谷、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。バファローズ先制点を奪いましたが、あっという間に同点にされています。小宮山さん、足の速いランナーがいますから、バッテリーはどうでしょうね。そうですよね、相当警戒するでしょうね。膝元へ決めてきました。ランナースタート、ファウルになります。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、ライトオーバー、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、逆転に成功しました。この回のタイガース2対1になりました。バファローズなおもピンチです。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。ここでリードを奪われます。
今日 DH に入っているゴメス。先ほどヒットを放っています。この回ます。ここは踏ん張りたいですね。まあ、差し切りたい。そうですね。さあ、行きたい。ドカーンと大きな当たりです。ツーランホームランが出ました。バファローズ。いいボールだったんですが、バッターがアウトコース狙ってましたね。はい。小宮山さん、どうでしょう、ピッチャーの状態は。苦しいピッチングになってきましたよね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。この序盤戦、さらにリードを奪われます。バッターボックス、マートン。バファローズ、この回追加点を許しています。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。調子自体もあまり良くないと思いますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。ボールになります。ボール先行です。この当たりはどうか。レフト線を深く。バッターボックス福留。先ほどの打席はライトフライに倒れています。タイガース、この回7人目のバッターになります。初球大きく外れています。させようかというボール。低め、これは決まった。ワンボールツーストライクです。大きく外れました。低めの変化球は決まりません。フルカウントです。際どいが、あっとフォアボールです。得点圏にランナーを進めています。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。フォアボールのランナーが出て二塁一塁となっています。小宮山さん、この後のピッチングに期待したいところですよね。まあ、このイニングをしっかり抑えてね、ゲームを作り直したいですよね。そうですね。さあ、ここは焦らずにしっかり抑えたい。引っ張った、ヘルマン、二塁送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。4対1、タイガース大逆転に成功しました。
3回の裏に入ります。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。ヘルマンが入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。西さん、これは早い段階で点を少しずつでも返しておきたいです。インサイド落ちました。入れました、ファールボール。引っ張った、ヒットになった。先頭バッター出ました、バファローズ。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス、ヒラン。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。が抑えています。ワンアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには3番糸井。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトになっています。走ってきた、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。これは手が出ないか。ノーボールツーストライクです。3球目打ちました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターは今日 DH に入っているペーニャ。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ストライクを取りました。打ちました、セカンド取る。そのまま入って二塁フォースアウト、スリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。3回終了4対1、タイガースがリードしています。回は4回の表、タイガースの攻撃。8番バッター新井、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。バファローズビハインドで迎える4回です。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。ここで点を取られると投げてる自分が一番苦しくなりますから。粘りの投球ができるんでしょうか。ノーボールツーストライク。アウトを取りました。打順は9番藤井。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。
ッター一塁送球アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター西岡。ツーアウトランナーありません。初球は変化球から入りました。低めは外れました。大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて二塁へ。見事なツーベースヒット、これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー二塁。打順は2番大和。先ほどの打席で同点タイムリーを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね。さあ、ここはしっかり抑えていきたい。変化球、これは空振りです。あっという間にツーストライクです。ストレートはわずかに外れました。岡田一塁アウトでスリーアウトチェンジです。出ました。点はありませんでした。4対1タイガースがリードしています。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。バッターは5番 T 岡田。先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。西さん、まだ序盤ではありますが、各バッターちょっとルーキーに手を焼いてますかね。そうですね、ここまでねボールを絞りきれていないという感じですかね。インサイド落ちました。ファウルになります。3球目打ちました。ヒットになった。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー一塁です。バッターボックス坂口、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、空振りになります。打ちました。打球はライトへ。ライト掴んでワンアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は7番鉄平。先ほどの打席でソロホームランを放っています。ワンアウトになっています。初球空振りです。ボールになります。ボールになります。
ります。外フォアボールのランナーはね、得点に結びつきやすいですからね。チャンスメイクです。最初は空振りになりました。まだまだ得点のチャンスは続きます。これで2点差へと迫りました。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の足立。バファローズ点差を縮めてきました。西さん、ランナーを返せるのか。同点の場面です。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。さあ、これで追い込んで次はどこへ来るか。ここは手を出しません。ワンボールツーストライクとピッチャー追い込んでいます。追い込まれてからボールを選びます。ツーボールツーストライク、平行カウントです。見事なタイムリーです。これで1点差に迫りました。そしてバッターはバファローズのリードオフマン、ヘルマン。先ほどの打席でヒットを放っています。バファローズ点差を縮めてきました。初球から思い切って振ってきました、ヘルマン。アウトコースの変化球に手が出ました。ストライクを先行させていきます。追い込みました。ランナースタート、セーフ、盗塁成功。しっかり捉えた、大きな打球だ。レフトの頭上を越えた。逆転のランナーも三塁を回った。ボールは中継、サードランナーがホームに帰っていきました。バファローズ逆転、5対4、1点ビハインドから一気に逆転。さあ、逆転したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。この試合中盤、逆転に見事成功。主導権を握っていくことができるんでしょうか。バッターボックスには2番、平野。バファローズこの回逆転成功、攻撃は続いています。西さん、得点圏にランナーを置いての打席となります。まあ、こういう場面でね、確実に1点を取っておきたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。これはよく見ました。
小さく変化しました。空振りです。変化球打った。ファースト取った。そのまま入って一塁アウト。これは進塁打になりました。3番バッター糸井、今日はここまでマルチ安打を記録しています。ツーアウトランナー3塁です。西さん、ここはリードを広げておきたい場面ですね。まあこの点差じゃね、物足りないですかね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。外の低め、ここはあっという間に追い込んでいます。ここは見送ります。これは見送ってボール。これは見送ってボール。バッター粘ってフルカウントまで持ってきました。打ち返していきました。見事なタイムリーです。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。バッターボックスは4番ペーニャ。バファローズ、この回追加点、点差は広がり、攻撃はなおも続いています。さあ西さん、得点のシーンを演出したいですね。まあここで追加点なら相手もすぐには追いつけませんからね。そうですよね。4番の仕事を果たしたい場面。レフトに持っていった。伸びていく。頭上を越えていった。バッターランナー1塁を回った。セカンドランナーホーイン。バッターランナーは2塁まで進みました。バファローズ追加点、7対4、リードを3点に広げました。甘い球は見逃しませんでした。見事タイムリーを放っています。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。打席には5番バッター T 岡田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。バファローズ、この回追加点、点差は広がり、攻撃はなおも続いています。最初は変化球できました。いい当たり、西岡一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ貴重な得点でリードしました。4回終わって7対4、バファローズが追い上げ逆転しました。5回の表にゲームが進んでいきます。タイガース、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは鳥谷。先ほどの打席で一時勝ち越しとなるタイムリーを放っています。西さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。いや今日はね、いい試合展開だと思いますね。打線がよく頑張ってると思います。確かにその通りですね。
アウトコースは外れます。低め見送っています。胸元をつきましたが外れました。打ちました。これはファーストの横抜けました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。ヒットでランナーを一塁に置いています。ピッチャーちょっと疲れが見えます。小宮山さんどうでしょうかね。頑張って投げてきたんですけどね。外わずかに外れた。ボール先行です。速いボール膝元決まってストライク。低め決まってストライク。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打った。これは三遊間抜ける。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー二塁一塁。バファローズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の比嘉。打順は5番マートン。先ほどの打席でヒットを放っています。さあマウンドに上がったのは比嘉。さあ小宮山さん、ピッチャーを変えてきましたね。ここで断ち切りたいということでしょうね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。外れました。ボール先行です。打ちました。セカンドが取る。セカンドフォースアウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。バッターは6番福留。前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトランナー3塁です。小宮山さん、ここを踏ん張れるかどうかでしょうね。ここは力を見せてほしいですよね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。ファウルになります。この球は外れています。スライダー外れました。このボールは外れてフォアボール。2アウトながら1塁3塁となります。悔しさがにじみ出ます。ちょっと苦しいピッチングが続いてますよね。フォアボールのランナーが出て三塁一塁となっています。最初は変化球できました。
めの変化球は外れました。ボール先行です。ストライクになります。セカンド送球アウト。ファインプレー。素晴らしいプレーが出ました。得点を許しません。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。7対4バファローズがリードしています。これから5回の裏バファローズの攻撃です。そしてタイガースはこの回からピッチャーが変わります。松田がマウンドに上がります。打席には6番バッター坂口。先ほどの打席はライトフライに倒れています。西さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。まあ、打線の流れとしては非常にいいですね。つながりも良くなっていると思いますね。確かにその通りですね。インサイド落ちました。ヒットになった。これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには7番鉄平。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。送ります。取りました。一塁送球アウト。ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスは8番伊藤。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。バファローズ送りバントを決めています。西さん、ここはリードを広げておきたい場面ですね。そうですね。確かにこの後の展開は楽になりますよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。空振りになります。ノーボールツーストライクです。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ヒットでランナー三塁一塁。ここはバッターも当然大きいのを狙っているんでしょう。まあ、犠牲フライでもいいですからね。まあ、なんとか得点したいですね。打ちました。セカンド取る。二塁送球二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。残念ながらここはダブルプレーに仕留められました。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。5回終わって7対4バファローズがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の裏ランナーのいないこの場面、7番バッター鉄平、2球目しっかりと捉えました。バファローズ一振りで先制。しかしタイガースすぐさま反撃。一打同点という場面、2番ヤマト右中間へのタイムリーヒット。タイガース同点としました。さらに続きます。ワンアウト一塁の場面、3番鳥谷。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。タイガースここで勝ち越します。
4回の裏ワンアウト1塁2塁で8番伊藤、レフトへ弾き返すタイムリー、バファローズ1点を返します。続く攻撃、同点のチャンス、9番バッター足立、追い込まれてからのタイムリー、バファローズ1点を返します。さらに続きます。逆転のランナーを置いて1番ヘルマン、ランナー2人を返すタイムリー、バファローズここで試合をひっくり返します。続く攻撃、サードランナーを置いて3番バッター糸井、フルカウントからのタイムリー、バファローズ1点を追加します。京セラドーム大阪からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、バッターボックス新井、バファローズリードで迎える6回です。最初は変化球できました。インコース思わずバットが出ました。大きく外れました。いい当たり、弾き返した打球はレフトへ。バッターボックスには9番藤井、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。インコース決めてきた。インコースボール。インコース、これは外れます。スリーボールツーストライクです。打ちました。打球は右中間へ。ライト掴んで2アウト。打順はトップに帰って西岡。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。2アウトになっています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。
ボールになります。打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターは2番ヤマト。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ランナースタート。ヒットエンドラン。足立アウト。そのままタッチして3アウトチェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。7対4バファローズがリードしています。6回の裏オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。ヘルマンが入ります。先ほどの打席で逆転となるツーベースヒットを放っています。初球はボールになりました。高めに外れます。ボール先行です。インロー見極めています。ストライクが入りません。ここは1球見ました。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。まあフォアボールのランナーはね、得点に結びつきやすいですからね。よく見ました。チャンスメイクです。フォアボールのランナーが出ています。インサイド決まっています。二塁送球。タッチアウト。盗塁失敗。ここは簡単に次の塁に進ませてくれませんでした。見送っています。ボール。ボールになります。アウトコース打ちました。西岡が掴んで2アウト。バッターボックスは3番糸井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。2アウトになっています。初球見送っています。低めは外れました。いいところへ決まります。ワンボールツーストライクと追い込みました。ボールになります。打ちました。ファーストの左抜けました。これで4打席連続のヒット。
2アウトランナー1塁。ヒットでランナーを1塁に置いています。ノーボール2。3球目見送っています。インコースボール。切りました。ファールボールです。高めのボール、これはセカンドの右抜ける。これでマルチヒット。2アウトランナー2塁1塁。バッターボックスには5番 T 岡田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナー2塁1塁。打ちました。ライトが追いかける。ぐんぐんだ。入りました。ホームラン。スリーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ10対4。厳しいボールでしたけどね、踏み込んで見事に振り抜きましたね。そうですね。ご覧いただいています、見事なバッティングでした。スリーランホームランです。これは勝利に近づく追加点になったと言えるでしょう。打順は6番坂口。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。インコース決まっています。インコースわずかに外れた。際どいボール外れました。落ちるボールはこれは外れています。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。まあフォアボールのランナーはね、得点に結びつきやすいですからね。よく見ました。チャンスメイクです。バファローズこの回7人目のバッターになります。初球簡単にストライクを取ります。2球目も決まります。高め外れました。外れてボール。
コース見送っています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。バットに当たりません。三振。3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ3ランホームランで追加点を挙げています。6回終わって10対4、バファローズのリード広がっています。これから7回タイガースの攻撃です。そしてバファローズはこの回からピッチャーが変わります。海田がマウンドに上がります。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。バッターは鳥谷。今日はここまで猛打賞を記録しています。こういう展開になってくると選手の心境というのはどのようなものなんですか？まあどうでしょうね、集中しろと言ってもなかなか集中しづらい状況にはなってしまってますよね。はい、そのあたりのプレー一つ一つに注目したいと思います。この球は落としましたが決まりません。4番ゴメス。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。まずはワンアウトを取っています。初球ボール。打ちました。これは三遊間抜ける。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー一塁です。5番バッターマート。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。マルチヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには6番福留。今日は2つのフォアボールを選んでいます。ヒットでランナー三塁一塁に変わっています。最初は変化球できました。ストライクです。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。打ちました。流しました。三遊間抜ける。サードランナーホームイン。1点返しましたタイガース。10対5、バファローズなおも二塁一塁のピンチです。点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、ここでタイガース代打を送ります。バッターボックスには代打の鶴岡。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね、
さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。いい角度で落ちました。ノーボール2ストライクです。ボール、打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球。バファローズさらにピンチになりました。ワンアウト満塁です。バファローズピッチャーが変わります。満塁の場面でマウンドに上がったのは前田。打席には1番バッター新井。今日はまだ当たりがありません。さあマウンドを任されたのは前田。最初は変化球できました。ボールになります。素晴らしいコントロールを見せました。9番バッター藤井。さあマウンドに上がったのは真原。甘い変化球になりましたがこれは入っています。インコースですが外れています。151キロ。しっかり捉えた。取ってアウト。打順は1番に帰ります。バッター西岡。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。今日は先発全員にヒットが出ています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。これは変化球。落ちる球を見極めました。打ち上げました。掴んでスリーアウト。反撃はここまで。リプレイでご覧いただきましょう。点差を縮めていきます。10対6、タイガースが得点を入れています。バファローズの攻撃です。一方タイガースはこの回からピッチャーが変わります。背番号16、安藤がマウンド上に上がっています。打順は8番、伊藤。今日はここまで猛打賞を記録しています。
西さん、先発した今日ルーキーですが、プロの洗礼を受ける形になってしまいましたね。まあ厳しいですね。まあやはりこれがプロですよ。はい。打ちました。一塁送球します。アウト、ワンアウトです。バッターボックスは9番和田地。今日は盗塁が一つあります。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。決まりました。ノーボールツーストライク。変化球空振り、ツーアウトになっています。今日は守備で交代してそのまま出場している山本。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。ライト方向流しました。これはどうか。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。7回終わって10対6、バファローズがリードしています。ゲームは8回に入ります。追いかけるタイガースの攻撃。打席には2番バッター大和。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。バファローズリードで迎える8回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあただし一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス鳥谷。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。打った、これはどうだ。ライトライナー掴んで、これでツーアウトです。4番バッターゴメス。今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。ツーアウトになっています。この回のマハラ2球でアウト。あっという間にツーアウトです。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。変化球タイミング合いません。入れました、ファールボール。打ちました。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。10対6、バファローズがリードしています。1回の裏に入りました。バファローズの攻撃。2番バッター平野。今日はまだ当たりがありません。バファローズリードで迎える8回の攻撃です。西さん、点差がありますんで、ここは自由に打たすところですが、どうですか。まあ当然そうなりますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。2球目決まっています。
変化球空振り、ワンアウトです。バッターは3番糸井。今日はここまで4安打を記録しています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。緩いボール決まりました。ボールになります。打ちました。これはどうか、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。目の覚めるようなツーベース。これで5打席連続のヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスは4番ペーニャ。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。ニサ、ここはリードを広げておきたい場面ですね。もうあとはないですからね。ここはリードを広げておきたいですよね。そうですよね。4番の仕事を果たしたい場面。2球目打ちました。掴んで2アウトです。2アウトランナー2塁となりました。今日は守備で交代してそのまま出場している原。ツーアウトになっています。西さん、ランナーをホームへと迎え入れたいですね。ここで点が入ればね、そう簡単には追いつけませんからね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。変化球タイミング合いません。低めの変化球は外れました。ファウルになります。引っ張った。今成、素晴らしい反応を見せた。一塁送球アウト。ファインプレー。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。8回終わって10対6、バファローズがリードしています。これから9回タイガースの攻撃です。一方バファローズはこの回からピッチャーが変わります。背番号15佐藤が5番手としてコールされています。最後の締めを任されました。バッターボックスは5番マートン。先ほどの打席でヒットを放っています。小宮山さん、大きくリードして最終回を迎えています。どういったことがポイントとなってきますか？いや、これはもう余計なこと考えないことですよ。とにかくストライクを取るということですね。なるほど。インコースボール、ボール先行です。低めの球、手を出しました。148キロ。低め。打ちました。6番バッター福留、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。
2球目打ちました。セカンドが落下点に入ります。今日は守備で交代してそのまま出場している今成。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。ボールになります。打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、ここでタイガース代打を送ります。バッターボックスには代打の関本。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよ。ベンチの期待に応える投球を見せてほしい。引っ張った、三遊間抜ける。バファローズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。バッターボックス藤井、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。左中間へ持っていった、これはどうか、ワンバウンドヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点返しました。10対7、バファローズなおも三塁二塁のピンチ。苦しい展開です。まだまだピンチは続きます。打順はトップに帰って西岡。バファローズ追い上げられています。小宮山さん、あと一人ですからしっかり行きたいですね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね、さあここはしっかり抑えていきたい。この球は見送ります。外、しかし主審の手は上がらない。ボールが3つになります。ランナーを出しました。ツーアウトながらフォアボールで満塁になりました。悔しさがにじみ出ます。さあなんとか追いつきたい場面、ここでタイガース代打を送ります。バッターボックスには代打の坂。タイガースこの回7人目のバッターになります。鋭い速球でコーナーを攻めます。右に切れてファウル、空振り。ここはランナーを返させません。試合終了。試合を制したのはオリックスバファローズです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。西さん、ホームで迎えた初戦、見事取りましたね。うん、そうですね、いい試合でしたね。まあ、交流戦の第一戦、とにかく取るということを目標に置いてたと思うので、非常にいい試合でした。その流れ、明日も続けてほしいと思います。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。
一方のタイガースですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように交流戦初戦はオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。